ナナショナルズ9月3日ブルージェイズ、3日、日本時間4日、ナショナルズパーク。ブルージェイズ、菊池雄星投手、32、は、6回6安打1失点1四球7奪三振と好投したものの、勝敗はつかなかった。立ち上がりの初回は、無失点で滑り出した。2回には、1・1・3塁のピンチで踏ん張り無失点。3回には3安打で1点を失ったものの、 1, 1・3塁のピンチを夕ごろ殺で切り抜け、追加点は許さなかった。4回無視からは5者連続で空振り三振を奪うなど、回転歩でアウトを重ねた。3対1と2点リードの6回を今季最多の100球で投げ終えたが、急エンジンが逆転され、菊池の3勝目は消えた。菊池は過去5試合連続で6イニング以上を投げ、防御率は2、72となった。